ただいまより第2試合スーパーフライ級4回戦を行います。赤コーナー112パウンド2分の1矢沢ジム所属時枝Thank you.
店長の枕元に立ちますから。私結構霊感強いみたいで、呪う力も強いみたいなんですよね。ただいまより第2試合スーパーフライ級4回戦を行います。赤コーナー112パウンド2分の1矢沢ジム所属時枝
さんと一緒に買い出しに行ってもらった。そうですか。どうぞ。適当に座ってて。私も手伝います。そう？あ、じゃあこれ洗ってもらおうかな。はい。でもよかったね、ゆうじ君だって。彼女ができたせいかな。いいとこ見せようって頑張ったおかげじゃない？私、彼女じゃありません。え？香織さんに嘘言ったんです。知ってますよね、彼の気持ち。香織さんのことを。ストレートだな、君は。世の中には言葉にしない方がいいこともあるのよ。じゃあ、香織さんは時枝裕二のことどう思ってるんですか？好きよ。でも、弟以上恋人未満ってとこかな。後援会会長以上、恋人未満。え？私はそう思われてると思います。え、新婚旅行行かないんですか？そう、仕事休めないんだって。香織、またそんなこと言ってるんですか？彼女が休むのは定休日だけ。俺なんか今日は有給の朝で休みだったんですね。あ、ゆうじ君の祝いがしたかったからなんだけど。でもそれって普通逆ですよね、男と女。だろう。仕事も大事だけど、結婚も大事じゃない。まあ甘えてんでしょうけどね、香織さんは柏木さんに。けどなんか自分中心にことを進めるんだよな。俺のことを理解しようとしてくれないっていうか。あ、これこのワイン香織好きなんだよな。あ、え、これお前作ったんだ。ううん、それは香織さん。私はこれ。クレープ？うん、これだけじゃないよ。あとね、それ野菜切っただけじゃん。作れるんだよ、本当は。私料理嫌いじゃないんだから。信じてないでしょ。どっちでもいいじゃん。よくないよ、本当は作れるんだから。そろそろ始めよっか。はい、お待たせ。それじゃ、講演会会長、何か一言。え？それじゃ、時枝裕二さんの初勝利と初KOを祝って、乾杯！乾杯！運ぶよ。あれ？あ、じゃあ飲めんな。サンキュー。じゃあ、これお願いしようかな。時枝裕二がダメって言うんですよ。厳しいね、ゆうじ君。
惚れられてるね、トコちゃん。うん、そっちだっけ。私はトコさんでしょ。飲んで飲んでたから、はい、けど少しはカシノさんの都合も考えてあげた方がいいんじゃないの。いい感じだね、二人とも。まあ、飲んで。トコちゃんの気持ち分かってあげたら。分かってるよ。じゃあちゃんと言ってあげたら、好きだって。嬉しいと思うよ、トコちゃん。言葉にした方がいいこともあるんだから。少し痛かったんじゃないの、香里さんちに。邪魔なんだろ、二人の。本当に諦めた、香里さんのこと。お前まだそんなこと言ってんのかよ。だってさ、そんなに簡単に変わるわけない、気持ちなんて。そんなに簡単じゃないもん。お前さ、もうちょっと自分に自信持てよ。え？試合の時に聞こえたんだよ。時計だ、ユージ負けないで。時計だ、ユージ時計だ、ユージ。あんなに大勢の歓声の中でお前の声だけは聞こえたんだよ。本当？本当に？何してんだよ。行くぞ。え、お、お前何走ってんだよ。なあ、怪我してんだからさ。どうなんだよ。いいの？あ、あのさ、俺金持ってねえよ。そういうんじゃなくて。ねえ、私といて退屈しない？しねえよ。変だもんな、お前。どこが？これ可愛くない？私といると絶対幸せになるよ。なんで？だって私が幸せなんだもん、時枝裕二と一緒にいると。すごいな、お前って。そういうとこ本当すげえと思うよ。ちょっとちゃんと聞いてるの見てよ。すいません。時枝裕二さん、呼んでいただけませんか？時枝は今日休み。そうですか。なんか用か？この前の試合見てたんですけど、勝ったから一言おめでとうって言いたくて。そうか、おぎに。よいしょ。ああ、すまんすまん。あ、もういいですから。送ってくれてありがとう。うん、ここなの、ここの2階。そうなんだ。じゃあ、ここの階段を降りて、そ
それで遊歩道を歩いて行って、そしたら立教に出るから。うん、分かった。じゃあね。あの、うん、上がってく？お茶とか飲みたくない？ああ、今日はやめとく。そう。そのうち飯でも食いに来るよ。得意なんだろ、料理。うん。おやすみ。おやすみ。デートしたんだ、初めてのデート。今夜は眠れないよ、もったいなくてさ。あー、この花みたいに今日一日を何個のパックに入れてずーっと取っておけないかな。あー、幸せー。武田裕二の右ストレートが決まったんだ。もうその瞬間背中ゾクゾクしちゃってさ。やっぱいいよね、戦う男って。ね、俺も始めようかな、ボクシング。え、凌介君にはちょっと無理だと思うよ。俺さ、やめたんだ、優しい男。え、これからは危険な男になるよ。へえ、いや、マジだって、本気で。あー、こちゃん。はい。何ですか？お客さんが来てるわよ。何か？三浦様。私だけど。違うよ、三浦透子。私が三浦透子だけど。名前勝手に使って他の男と二股かけてるように見せかけるなんてひどいじゃん。悪い、騙される男がバカなんじゃない？時計田さんとは何回か会ったわよ。今までにいないタイプ、興味持っちゃった。時計田裕二はあんたみたいな女に引っかかるような男じゃない。前に言ったでしょ、私の誘いに乗ってくる男がいないって。私結構本気だから。お前本当の名前なんて言うんだよ。人をコケにしやがって。そっちも楽しんだんでしょ。何？本気で相手にするとでも思ったの？あんたみたいなつまんない男。おい、何してんだよ。もう一度言ってみろ。やめろって。こいつが俺の言ってた三浦透子だよ。舐めてやがんな。男なんてどうとでもなるってな。おい、今度こんな真似してみろ。その顔二度と見られねえようにしてやるからな。
大丈夫？あいつも手加減したんだぜ。拳で殴ってたら腹の骨折られてるとこだよ。はい。ごめんなさい。私悪いことした。でもどんなことしてでもあなたに振り向いてほしかったの。最初は東郷がどんな人を好きになったのか知りたくて近づいた。でも私本気であなたのこと好きになったの。初めてなのよこんな気持ち。もうやめようよそういう芝居。あとは一人で大丈夫でしょ。そんなに東子の方がいいの？答えてよ。あいつとお前は全然違えよ。純子が来たの？うん、ジムの方にな。何しに？何しにって？迫られた？はいな。クラッと来た？来るわけねえだろ。よかった。あいつは俺に興味があるんじゃなくて、おめえに興味があるんだよ。私に？どうして？あいつにないもんお前が持ってっから。何？バカなくらい素直なとことか、思い込んだら一直線なとことか。それって褒めてる？褒めてるよ。だから気になれんだよ、お前のこと。何言われても相手にすんな。知らん顔しとけ。あのさ、今日さ、顔にあざ作ってきたらしいんだ、ジンコのやつ。それで？俺もさっき聞いた話なんだけど、トウコちゃんがチンコに彼氏取られた腹いせで、知り合いのボクサー使って殴らせたって。え、なんで？私そんなことしないよ。うん、俺は分かってるよ。けど当の本人がみんなにそう言いふらしてるらしいんだ。お疲れ様。お疲れ様でした。ちょっと話あるんだけど。ゆうべ武田さんと会ったわよ。ずっと一緒だった。でも隠しててほしいって頼まれたわ。あなたを傷つけたくないのね。優しいのね武田さんって。あんたって全部嘘。私のことはほっといて。嫌いなら無視してればいいでしょ。なんでそんな嘘までついて私に嫌がらせすんのよ。ごめん、話はそれだけ。腹が立つのよあんたみたいな人。何が本気で好きよ。男なんてね、みんな考えてること一緒。女とどう寝るか、それだけ。男を真剣に好きになるなんてどうかしてんじゃないの。恋愛なんてね、ゲームと同じ。あんたみたいにね、一生懸命になるようなことじゃないのよ。自分が人好きになれないからって私のせいにしないでよ。自分が本気で人好きになれないだけじゃない。ひねくれてないで一回くらい本気で人好きになってみたら。じゃあ教えてよ。本気で人を好きになるってどういうことか。見せてちょうだいよ。あんたの本気ってどうなのか。本気を見せてよ。
私時枝裕二のためなの。命だってかけられるの。命だってかけられるって。私の本気。私にだってできるわ。それぐらい。やめなさいよ。あんたがしたことぐらい私にだってできるのよ。社員名簿見れば。まだ調べてんのか。早くと連絡せんねん。大至急ご家族でお願いします。はい。
何があったんだ。私屋上の端歩いた。屋上？そしたら私にもそれぐらいできるって純子も歩いて、そしたら足滑らして。なんでそんな危ないこと。見せたかったの、私がどれだけ本気で時計田裕二のこと好きなのか。命かけたっていいんだってとこ見せたかったの。それで屋上の端歩いたのか。お前さ、落ちたらどうなるか分かってんだろ。死ぬよ。けど私時計田裕二のためなら死んだっていいもん。簡単に言うなよ。自分の命ならお前大事じゃねえのかよ。事情を聞きたいそうなんですが。お前ちゃんと話せるか。こちらへお願いできますか。そうですか。警察か。はい。そうか。なかった。なんでそんなポコちゃんに向きなんねん。うらやましかったから。私にはできない。一生懸命人を好きになることなんて。好きでもない男とも平気で寝れちゃうの。汚いのよ私。
ぱり一人にしないで。一人じゃ怖い。できたよ。はい、ちゃんと食えよ。何も食ってねえんだろ。お前が作ってくれんじゃなかったっけ俺にさ。はい。うわ、ちゃんと食えよ。まで言ってくれる？ちゃんといるから安心しろ。Thank you.